個はこんな感じですね。これもちょっとね、雰囲気変わって良くなったんじゃないでしょうか。はい、どうもあわです。今回の動画なんですけども、レイアウトですよね。ここだったりとか、このあたりとかの、ストラクチャーを並べただけで終わってるところ、こういう部分をこの駅前のような感じでちょっと歩道とかを、追加していって、もう少しただ単に建物が並んでるだけっていうような状況ではないというところまでちょっと、整理していけたらいいなと思ってます。こちらもそうですね、こちら側歩道あるんですけども、こちら側ですね、ビルの前とかが何もなかったりしているので、こういったところにちょっとね、追加していけるような歩道の、このプレートですね、こういうのをちょっと作っていこうかなと思います。ここなんかも本当だったら、こちらにちょっとね合わせたサイズのものがいいので、その辺ちょっとまた作り直してちょっと歩道を広げていこうかなと思います。はい、ということで、ちょっとね、歩道用のプラ板切り出しの方を進めていってます。こんな感じでちょっと住宅地のところは1センチ幅の、歩道でちょっと作っていこうかなと思ってます。さて、切り出し終わりましたので、次はこれをそのまま使ってもいいんですけど、ちょっと他のところと合わせて厚さをつけます。さらにこれに 0.5 の、プラ棒を合わせていきます。はい、合わせていくのはこちらですね。これもウェーブさんのプラ材料のブレ、プラ板と同じブレ成形のものなんですけども、こいつを使って本当使いやすくて便利なんですよ。何よりもね、塗装しなくていいのがありがたいですよね。すごく使いやすくて、でしかも価格もそんなにね高くないので、ではこれで次ね接着していきます。接着に使うのはもういつもと同じね、もうおなじみのタミヤのセメントです。でこのプラ板は表面にちょっとツルツルの面とザラザラの面とがあるので、当然このザラザラの面が表に来るようにツルツルの面の方にプラ棒をこう当てて接着していきます。ちょっとね、やっぱ艶のない方を表にしたいんで、ね、その方がアスファルトらしさっていうか出ますんで、これで端合わせて、
対側も。ちょっとずつこれ接着していかないとダメですよね。微妙にちょっとこう歪んでたりするので、少しずつこの歪みを直しながら接着していきます。はい、ということで、こんな感じでプラ板の裏プラ棒の方、貼り付けて、歩道のちょっと細い方のプレートができたんですけども、でそこに今度こちらですね、加藤さんのあのガードレール、ね、これをちょっとね取り付けていきたいと思います。まずちょっとあのランナーから切り離しますね。でこんな感じで配置すると、この部分空いたところが、車が出入りしたりとかそういうのができるようなスペースっていう風な感じでも使えるので、ではこれをちょっとねここに差し込んでいくんですけども、まずはここちょっとねピンバイスで穴を開けないといけないので、穴を開ける位置をこれ穴一つ開けると、ピンバイスきちんと止まってなかったな、これプラ棒でやっぱりこんな感じでプラ棒のないところに穴が開くような感じになりますので、ちょっとねこれ時間がかかるんですけど、でここに差し込むような感じになります。ではちょっとね穴開けていきますね。ということで、ピンバイスの方にちょっとこう穴を開けましたので、ここにガードレールの方をこう差し込んでいきます。よし、入りました。こんな感じですね。で、これを抜けてしまわないように裏側からセメントをこう流し込んでやります。ということでこんな感じですね。よし、細い歩道のガードレール付き一つできました。でもう一つねこちらの方もちょっとね、柵をガードレールを差し込んでいきましょう。ということで、ちょっとねガードレール付きのものを2つとなしのものを、6枚という形でちょっと用意しましたので、これを実際にちょっとレイアウトの方に配置したいと思います。はい、レイアウトの方、やってきました。ではまずはこちら側ですね。こちらの方はこの住宅1階の部分が駐車場になっているタイプなので、ここはガードレールなしのものを
ちょっとこれで置き換わったんじゃないでしょうか。そして次ここ団地の前のところ、ここはねガードレール付きのものをしていこうと思います。ここはこんな感じですね。これもちょっとね変わってなったんじゃないでしょうか。ここもガードレールありでもいいかもしれないですね。こんな感じでここの方を、そうですね、アパートのところはガードレールありでもいいかもしれないですね。ということでこんな感じでちょっと、ね、表の動画の方をアップしていってますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。ということで今回の動画は街中にとか歩道のプレートを作って配置していくということでやってきました。こんな感じなんで、またねちょっと歩道の方を増やしていけたらいいかなとは思ってます。ということで今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。